どうもゴッチです。今日からナイトインザウッズというゲームの実況プレイをやっていきたいと思います。このゲーム僕は一度プレイをしていて、大敗的な街の中にある前向きな空気感だとか、気づらさを抱えるキャラクターたちがそれぞれの日々を生きていく様子などにすごく心を打たれて、とても思い出に残ってる作品となっています。改めてね、ゲーム実況というものを始めたので、テキストに注目して、じっくりと楽しんでいきたいなと思って始めていきます。おじいちゃんが死んだ年、1998年以来最悪の大洪水にあった。グレッグは犬小屋の上から降りられなくなって、停電は2日間も続いて、ケイシー・ハードレーがお父さんのボートでやってきた。ケイシーを見た瞬間笑っちゃったよ。おじいちゃんが残してくれた氷雪のいっぱい詰まった箱。おじいちゃんは階段が大好きで、病床で寝たきりだった頃はよく一人で読んでいた。奴らは死を恐れた。それゆえ若き者を食した。おじいちゃんは命日に突然起き上がった。目を丸くして窓の外をぼーっと見つめた。視線の先には古びた列車があった。どこか知らないところから、どこか知らないところへと走っていく。おじいちゃんはお父さんの顔を見て、目をさらに大きく見開いて、この家は呪われとる、と言い残して、そして死んだ。もう何なんだよ。別に派手な歓迎会とかを期待してたわけじゃないけどさ、誰か一人ぐらいは迎えに来いっての。はあ、おかえり、メイ。この子が主人公のメイちゃんですね。女の子ですね。かわいいよね。どっから調べようか。あ、Y か。マスコットのフックスくん、超イケてる。あらら、こんなのできちゃったんだ。ペンシルバニア州ポッサムスプリングにはぴったり。クソうさんくさいところがね。僕ね、小さい頃アメリカ住んでたんですけど、ペンシルバニアは行ったことなかったかな。親の旅行とかでね、いろんなところには連れてってもらった思い出があるんですけど。この街は電波が入んないから公衆電話会社は大喜びだろうね。親に電話しようかなと思ったけど、どっかのバカが電話を壊してる。どこの誰だよ、受話器だけをパクるバカは。でもなんかそういうことありますよね。なんか、小便器に、入ってはいけないものが置いてあるとかたまにあって、どうやったらこんなこと起きるんだろうみたいなね。トラブルってありますよね。みんなはどこに？もう22時45分だぞ。閉まってんだからな。ポッサムスプリング行きの最終バスに乗るやつなんて、なかなかいねえよ。お前くらいさ。っていうか、いくらなんでも受付に人ぐらいいるでしょ。閉まってんだって。だったらなんで電気ついてんの？テレビも。一人でここにいると怖くなっちまうからだよ。そっか。警備員さんとかってそうですよね。だって夜中に一人で病院とか、なんか駅とかいるのすごい怖いですもんね。本当にねぎらいたくなりますよね。あれ？ここ調べられなかったっけ？ちょっと通してくんない？ダメ。さっき壊れちゃったから。いつ終わんの？お前が自販機からコーラを買ってきてくれた頃にはなんとか。これってこと？営業時間外はフリーで出るようにいじってやんだ。いいね。フリーって無料ってこと？止める人はいねえからのフリーだよ。まあ、いいのかな。警報とかなんない？ちょっと待った、マジで？ライム味もあるのにコーラでいいの？もったいね。ちょっとわかる。僕コーラよりもね、スプライトとかの方が好きなんですよ。まあそんなことどうでもいいや。
あ、お手手かわいい。はい、ただコーラ。おお。ああ、うめえ。で、なんでこんなとこに来た？ここに住んでんの？っていうか、住んでた。そっか、よくわかんねえけど。あと、どれぐらいで治りそう？治ったよ。じゃあな。え、あ、じゃあね。怖い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 。出なきゃ。今、あれ、奥になんかあった、来たかな？戻れない？戻れないか？ま、でも多分なんもないか。高速の方には戻んないよ。車にひかれちゃう。そういえばさっきの清掃員どこ行ったんだろう。歩いて帰ったのかな。さて、町の外れに来ましたよ。お母さんもお父さんもいない。おまけに暗いし寒い。さあ、歩いて帰るか。一人ぼっちで。夜一人で歩くことって結構僕あったからな。僕あんま友達がね友達少ない人なんで。このバス停って町で一番新しい建物なんだろうな。国からお金が出たのかな。第一印象は良くなるよね。お別れの印象も良くなるかな。あそこの錆びれたガラス工場さえなかったらな。ずっと前から目障りなだけなんだよね。でも廃墟ってノスタルジー感じるから結構好きなんですよね、僕は。まあ寂しさもね、同時に感じちゃうんですけど。わお、電車の音、やっぱ懐かしいな。地面が落ち葉だらけの真冬の頃、ベッドに入ったらいつもあの音が聞こえてた。とりあえず森を通って帰ろう。森の向こうに家がある。森の向こうにベッドもある。森の向こうに育児放棄した親もいる。一応キプレイではあるんですけど、ネタバレはしないで新鮮な気持ちで遊んでいきたいと思います。お、ビニール袋取れたりしない？確かここらに製材所があったよね。ここも製材所前公園って名前だし。だからこんなに丸太が転がってるんだな。はあ、やっぱ頑張って登るしかないか。ここでもう進んじゃうっけ。なんか端っことかにない？結構このゲーム隠し要素が多かったんですよね。おお痛い痛い痛い。危ないよね。おっとと。あ、危なかった。一歩間違ってたら今の死んでた。今のやばかった。こんなしょうもない穴で死んだら恥ずかしすぎて死ぬわ。看板ってこれなんか模様とか薄暗くてわかんないな。何の看板だろうこれ。町のなんか町内会とかの看板なのかな。うーむ、鬱蒼とした自然だこりゃ。自然とゴミが鬱蒼としてる。そこらを飛び回ってるビニール袋はね、スーパーという冥界から抜け出してきた亡霊なんだ。成仏できずにスーパーの外をうろついているんだ。めいちゃん素敵だね。こういう感性ってだんだんあれなんだよね。ポエムとかってさ、大きくなっていくと恥ずかしくなってくるんだけど、自分の気持ちを言葉とかで表現することって大事だから、恥ずかしがらない方がいいんだよね。うわ、10年ぐらい来てないな。っていうか10年ぐらい誰も来てなさそう。何狙ってこいつを作ったんだろう。船型のお城かな。その面影すらもほとんどなくなってるけどね。今は変な生き物が餌を食べて繁殖するだけの変なとこ。昔はここは公園とかだったのかな。ここを出て2年か。ここってこの遊び場じゃなくてこの町ね。いろいろありすぎて混乱しそうだし、眠っとこうかな。安らかに眠れおじいちゃん。1ページ目ね。
絵がうまい。このゲームのね、このなんていうのかな、ボールペンで描いたようなイラストすごい好きなんですよね。めいちゃんがねイラストレーターとかになったらもうファンになっちゃうからな。これ切れたりしない？大丈夫？落ちても大丈夫？痛い痛い痛い。めいちゃん、お久しぶりね。あら、こんなとこで何してんの？暇つぶし？ここら辺を巡回してたら、あんたが立ち入り禁止の遊び場で遊んでるのを見ちゃってね。で、車に乗りなさい、めいちゃん。やだ。せっかく帰ってきたのに、初日は高知城でお泊まりする気？それもやだ。まあ、警察には素直に従おう。なんか前科ついちゃいそう。あらがったら公務執行妨害とかついちゃうんじゃないかな。あんまわかんないけど。おい、覚えてますか、私のこと。うわあ、メイ何するんだ、心臓が止まるかと思ったじゃないか。ナイス。どうしてここに？おお、メイごめん、帰ってくるの明日の晩だと思ってたんだ。ちげえし。どうやって帰ってきたんだい？ひたすら歩き回ってたら捕まったんだよ、ポリコおばちゃんにね。おお、モリーによろしく伝えといてくれたかな。なわけねえし。あんな状況でそんな発想あるわけないじゃん。ファックザポリスだよ。もう寝るし。そもそも私のベッドって置いてあんの？もしかしてベッドも明日の晩に来る予定？ああ、久しぶりに声を聞けて嬉しいよね。おやすみ。お父さん、老けちゃった？まあね、都会から久々に帰ってきたんだもんね、めいちゃんは。でも久々の帰宅で、お父さんとかお母さんの顔見たらさ、老けてたって思うと、ちょっとね、寂しくはなるよね。あ、時計は、ま、明日の朝調べようか。このままベッド行っちゃうかな。うん、かわいい。ウィッチダガーって書いてあるね、ポスターに。自分部屋にあんまポスターとか貼らないんだよな。だからね、すごく壁が白いままで、結構殺風景なんですよね。まあハムスター飼ってるから、賑やかではあるんだけど、ポスター貼るのもいいかもね。朝ですね。ベースでも弾くか。どの曲にしようかな。スペースドラゴン、宇宙をさまよう、禁断の場所の流浪者よ。これパーフェクト狙います。僕ね、ポップンね、自慢なんですけど、ポップンレベル49までいけます。デンデデンデンデンデデンデデン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 デデン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 デデン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 デデン。これね、長いんだよこの曲。だから音ゲーとしてはね、結構むずいんだよな。音ゲーって集中切れたらダメだからね。フルコンボ狙いたいからね。あー、右の絵がすごく見たい。左の絵だ、ダース・ベイダーみたいな。
ベース弾くのかっこいいよね。でもここちょっと怖いな、ミスりそうで。ベースって縁の下の力持ち感があってかっこいいよね。僕音楽はね、からっきしなんですよね。たまに暇つぶしで電子ピアノで好きな曲とかを一時期やってた時もあったんですけど、最近全然弾いてないから。楽器経験はね、ピアノとあとね、いけたかな、クリアかな、まだあるか、気をつけないと。やばい、話ができない。後で続きを話します。オッケー、フルコンボ。僕は楽器経験は中学3年生の頃に卒業パーティーでスピッツのチェリーって曲のドラムをバンドメンバーとやりました。でもそれ以降はドラムはやってません。家中に祖国のものってあるんだよね。この時計とか倉庫にあるトランクとか、そしてセメント事件の時に埋められた何かとか。セメント事件ってなんだろう。昔は可愛かったな、私。お父さん、お母さんも。可愛い家族だった。トラベル系番組だって行けたかもね。キュートなボロウスキー一家。ボロウスキー家ですね。ボロウスキーじゃなくて。昔おじいちゃんに小説をいっぱいもらったんだけど、いつの間にかここに移ってたみたいだね。ウィグルスブリーに死が訪ねた日。ダンディーな屍。スティーベンソン、恐怖のモグラ。ゾンビ猫第一章。人食いサメ女。公衆大が丘のイタチ。なかなか癖が強そう。でもあれだね、多分スティーベンソンはスティーブン・キングのあれかな、パロディかな。この鳥なんでまだ生きてんの。いや生きてていいじゃん。まあでもあれだろうね、ペットだから憎まれ口を叩けるんだろうね。メイ、ん、出かける前にキッチンまで来て。わかった。お母さん、ただいま。おかえり、メイ。鍵を変えないでくれてありがとうね。帰ってくる日を間違えちゃってごめんね。あまりにも突然だったんだから。いいよ。ねえ、メイ。ん？大丈夫？うん、全然大丈夫だよ、いろいろと。電話がかかってきた時、お母さんもお父さんも心配してたのよ。何か大問題でもあったのかなって。いや、学校ではいろいろとうまくいかなかっただけ。それってどういうこと？この話は今度でいいかな。いいよ。ごめんね。昔のお友達もメイに会えて喜ぶでしょうね。グレッグは何してるか知らないよね。グレッグ君ならスナックファルコンでバイトしてるよ。ほら、タウンセンターのクリッククラック近くのところ。挨拶にでも行こうかな。それじゃ楽しんできてね。少し散歩してきたら？この街も変わったよ。うん、そうする。ただ工事してるところも多いから気をつけなさい。秋のポッサムスプリングっつったら工事現場が多くなきゃね。とても賑やかよ。じゃまた後で。バイバイ。街はどう？最近なんか面白いこととかない？そうね、クラングラーおばあちゃんが亡くなったって知ってる？誰それ？覚えてるでしょ？昔ダンスを教えてくれたおばあちゃんよ。あ、そっか、あの時でも年だったもんね。そうなの、私がメイと同じ年だった時すでにおばあちゃんだったからね。死因は？
年の取りすぎよ。何歳だったの？115歳よ。すげえ。でしょ？年取り大会だったら優勝よ。すごいね、115歳って。ギネス記録って120歳とかじゃなかったかな？大往生だね。パート1、ホームアゲイン。